もう何も怖くない。冒頭から盛大な死亡フラグ立ててどないしたん。いやーね、ここにとても怖いと評判のホラーゲームがあるんですよ。ほう、それで、私って大人な女性じゃないですか。おそれで、アダルティーな私がこのホラーゲームをプレイしても全然怖くないですよね。ここまで話のつながりが見えないのも珍しいわ。つまりゆかりちゃんは大人な女性だからホラーゲームをプレイしても全然怖がらないぜと言いたいんか。ビクシャクトリー、うわうっざ。まあええわ。ところでゆかりちゃん、肩になんか長い髪の毛ついとらん？黒髪の。ふん、そんな手には乗りませんよ。まあゆかりちゃんが気にしないならええけど、とりあえずうちから一つアドバイスや。今絶対に後ろ振り返ったらあかんで。怖がらせようとしても無駄です、無駄です。大人な先生は怖いもの知らず。ホラーゲームも夜中の牛の刻に一人暗い部屋で全クリまで持っていけ。にゃー、すまんすまん、ついつい悪ふざけしても歌。まあ全然怖くないんですけどね。えらい器用な言動と表情やな。なんや、誰か来たな。うち出るからゆかりちゃんは先にホラーゲームプレイしててええよ。ダメー。うお、なんやなんや。私も行く。玄関一緒に行く。わざわざ二人で行く意味ないやろ。いいの、私も行くの。多分私が頼んだピザだから私も行くの。何どさくさに紛れてピザ頼んどんねん。さあ、早速プレイしていきましょうかね。なんかようわからん部屋からスタートしたな。そうですね。私も完全初見プレイなので、設定とかよくわからないんですよね。そうなんか。まあ、一緒にプレイしていく中で把握していけばええんちゃうかな。かしこまり。ちなみにあかりちゃんは、怖い体験とかしたことあります？いや、うちは霊感とかさっぱりでな。全然そういうのはないねん。ゆかりちゃんはあるんか？ありますよ。ほんまか。そら詳しく聞きたいな。ではこれを見てください。お。ね、どこか気になるところあります？ありまくりですが、さすがあかりちゃん、気づいちゃいましたね。気づくも何も一番目立っとるやないかい。そうなんです。実は、この日寝癖がひどくて。そこじゃねえわ。もっと気にするべきところがあるやろ。どうですか？では、遊びは終わりにしましょう。この写真、実は、寝巻きで写っちゃってて。確かにちょっと気になってたけどそこじゃねえよ。なるほど。さすがはあかりちゃん、速攻で見つけてしまったんですね。いやいや、主張強すぎんねん。誰でも目に入るわ。そうなんです。実は、なんとここに人玉が。自伝よ、ドアホ。じゃねえよ。私との着眼点のズレが施しようのないレベルじゃねえか。え、むしろ他に気になるところあります？ありまくりや、ドアホ。ここやここ。なんであんたの両親こんなにたくあん欲しがっとんねん。そして姉はあっちの業界の方みたいな切れ方しとるし。っていうか背景のこいつらはなんやねん。こんにちは。うるせえ、話しかけんな。このゲーム、とりあえず明かりか生命線のようですね。そうなんか。はい。暗闇に一定時間滞在してしまうと、小気度、いわゆる産地が低下してしまうみたいですね。低下するとどうなるんや。危険なイベントが起きるらしいです。なんや気になるな。そうですね。ちなみに、正気とか低下すると左下に脳みそのアイコンが現れ、低下すればするほど、アイコンがしっかりと表示されるみたいですね。なるほど。そのアイコンの現れ具合で、今が危険な状態か否かを判断するわけや。そうなります。そして、正気度を回復するためには、明るい場所に行く必要があります。明るい場所ね。電球のある場所とかか。はい、ろうそくの日とかでもいいみたいですね。このゲームでは、正気度の管理が、ヒットポイントの管理になるわけです。なるほどな。確かに明かりが生命線や。はい、しっかりと管理していきましょう。と思ったんですけど、よくわからなかったので暗闇に突っ込みます。おい、なんか見つけました。何見つけとんねん。すごいな、暗すぎて何も見えへんやん。なんか始まりました。なんか始まったな。なんにもないですね。せやな、結構探索ゲーやなこれ。お、なんかテレビついてますよ。ほんまや、映画やってますね。私映画好きなんですよね。昔俳優に憧れてました。そうなんか、初耳や。実際に舞台に立ったこともあるんですよ。ほんまか、すごいな。その時の写真がこちら。背景じゃねえか。ほら、なんで消すねん。いいえ、ちょっと昔を思い出してしまって。屈辱の歴史じゃねえか。あれ、なんかつかなくなったんですけど。お前が勢いよく消すからや。テレビさんの機嫌損ねるに。え、何やだ怖い。急についたな、びっくりするわ。あかりちゃん、なんや、ここなんかいません？おらん。いやいや、絶対いますって。おらん。いやでも、おらんおらんおらん。うちには何も見えへん。おらんもんはおらん。うちは何を言われてもおらんとしか。にゃあ！なんやねん。いや、ここかな、と思って。お前ほんましばき倒すで。なんとかライターを手に入れました。せやな、こいつのおかげで真っ暗な場所でもなんとか動けるわ。ふははは、これさえあれば私は無敵。幽霊でもゾンビでもケルベロスでも何でもかかってこい。ライターでそこまで増長できるその神経のずぶとさはなんやねん。あ、また急についてもうたな。貴様、また映画を上映する気か。俳優が夢の純粋なゆかりちゃんはどこ行ったんや。
お、カメラ。なんや、意味深なアイテムが落ちてるな。とりあえず拾って。どうするんや。そうですね、とりあえずテレビを消します。おい、つけます。気は済んだか。はい。ん、なんか足が見えるんですが。あかん、あかんで。で、手も近づかないとストーリー進まないっぽいですし。せやな。のー、近づいてきとる。あかん。はい、チーズ。おい、いけますいけます。まだ子供みたいですから。カメラを向ければ満面の笑顔から華やかピースしてくれますよ。そんな愉快な幽霊やったらこんな殺伐としてないわ。ちなみに今撮った写真はこれです。全然笑顔じゃないんですが。それよりなんでお前が隣におんねん。てか顔引きつってんじゃねえか。せめてお前は笑えや。ん、なんか浮いてきましたね。なんや、細長い棒みたいな注射器ですね。またえらい物騒なもんを置いてきよったな。どこ行けばいいんでしょう。せやな。思ったより探索エリアも広くてヒントも少ないから目的地がわからんな。ここら辺一帯は一度確認した場所ですが、もう一度チェックしていきましょうか。せやな。結構見落としとかあったりする場合もあるし、ええんちゃうかな。あ、お、なんやこの絵。あ、お母さん。なわけあるかい、ドアホ。ちょっと面影あるのやめえや。冗談はさておき。冗談でよかった。わからない時はグーグル先生に聞いてみましょう。でしょうね。Darkness。 やかましいわ。暗闇の中を進みます進みます。私はめげずに進みます。勇敢やな。しかしほんま真っ暗や。ライターなかったら積んでるでほんま。お、なんや、なんかおるな。遊んでるんですかね。そうかもな。で、これからどうすればええんやろ。扉も開かないし、こっちからなんかアクションするための道具もないし、別の部屋から回り込んで突入するのが正解。あかりちゃん、今。なんやねん。今キャーって言っとらん。いやでも言っとらん言っとらん言っとらん。うちは何も言っとらん。気のせいや気のせい。なんや、部屋の物音がそれっぽく聞こえただけやろ。気にすんな。キャー、録音済みです。ゆかりちゃん。はい。それをそれをこっちにこっちによこせ。いやですいまー。とりあえずさっき扉閉められた部屋の中に向かうか。そうですね、別の部屋から曲がり込むルートは調査済みですし、ちゃちゃっと探索しちゃいましょう。ここやな。なんかあるんでしょうか。急に驚かしてくる系は勘弁願いたいですが。せやな、びっくり系だけはどうもなれんしな。あ、なんやこれ。お、破けますね。ほんまや、前来た時はこんなんなかったんやけどな。とりあえず進んでみるか。中は鳥かごと薄暗いコンクリの部屋、さらに奥には扉あり。なんかボス戦手前みたいな雰囲気で撮るな。行きたくねえ。気合い入れて行きます。いい掛け声やな。暗い。なんや怖いな。あかりちゃん、怖いと思うから怖いんですよ。まあ確かにそうかもしれんが、でもどうしようもないやん。怖いもんは怖いんや。では私が恐怖を克服するための方法を教えてあげましょう。おー、そんなんあんのか。ぜひ教えてほしいわ。わかりました。要は怖いと思う自分を認識しているから怖いのです。もっと客観的に自分の気持ちを見つめ直せば恐怖。にゃー、めっちゃビビっとるやん。はあ、もちろん演技ですけど。ひぃー、いる、そこにいるって。あかん、早逃げな。のー、鍵かかってるんですけど。マジか、急いで鍵探すね。こんなん袋のネズミや。とっとと逃げんと捕まってまう。で、言ってもどこ探せばいいんですかね。しらみつぶしに探すしかないやろ。早探すね。にゃーきゃー、あかんあかん。早く逃げましょう。もう無理、このゲームもう無理。早く終わって。あ、これが俗に言う金縛り。ただのフリーズやボケ。